い、どうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコース、サディスティックカレンランド、カッコカレンシャープジークって書いてるんですけど、まあコース名の通りさぞサディスティックなコースなんでしょう、きっと。じゃあ僕はマゾスティックになってやろうじゃ、ありませんか。いやいや、普段からピオキングマゾじゃねみたいな、そんなコメントいらないからね。僕はマゾじゃありません、多分ね。それじゃあ早速やっていきますか。これ多分トロールだよね。コスメにトロールって書いてないからちょっと不安なんですけど、一旦おうちで見ようか。トロールだったらなんか来るはず。なんか来すぎだろそれは。いろいろ来すぎだって。このオーフは叩いたらいけなかったね。一旦上行ってみる。上が正解みたいなパターンありえるよ。いや、上は行き止まりでなんもないんだよ。じゃあこの赤い土管に入っていきましょう。さあ、うわ、トロールだね。あの顔はもうトロールだよ。この上にさ、なんかニコちゃんマークみたいなあったじゃん、あれはトロール。カロンの甲羅を履いていけっていう感じか。それじゃあここは砲台が移動するから、一旦ジャンプしたらカロンの甲羅が取れるっていう感じやね。さあ上に行きましょう。そしてここはガリガリがあるな。右上のキノコを取ればいいのか。多分このオンオンをしたら取れるっていう感じでしょう。どこ行ってんの。じゃあここはオンオフをしたら左にいてキノコを取る、そういう感じだね。さあ進みましょう。ブラッパが引っ込んだ時すぐ右へ。頼む、邪魔くせ。無事土管に入れました。うわ、ここ大砲なんか出してきそうじゃない。息アップか、ありがてえ。ここは何もしない。ちょやじ、ここはドスンが落ちてくるから、このハテナブロックの上を置っとく。それに大丈夫だね。さあ次に進みましょう。で、このカロンの甲羅履けんのかな。一旦履いてみるね。なんそれ。それじゃあこのカロン履いたらすぐ上に置ける、そういう感じだね。そしてここ下に行くと思うじゃん。このハテナブロック怪しくない。ちょっと叩いてみていい。こういんか。じゃあこのちくわブロック降りて右のドアに入ろうか。多分それで合ってるでしょ。そしてこの上に行くんだけど、隠しブロックありそうじゃない。うわ、ない感じか。いや大丈夫、このキノコまだ取れるよ。ここがダダーベ。おい。うわ、先行ったらどうなるんだろう。キノコ取ったらダメっていうパターンもありえるよね。ほらほら、そういう感じじゃないの。ここはキノコ取らない方が正解みたいな。このまま下に降りれる。うわ、下に降りれないの。あ、降りれた降りれた。ほら、そして靴履いて上に行くんじゃないの。キノコいるやん。ここジャンプしたらキノコ出てきたよね。それをすぐ取る、こういう感じ。よっしゃ、これで次に進めるんじゃないのかな。そしてここで下に降りてもらう。なんかさっきと違うやんか。え、ここキノコ取るで合ってるよね。絶対合ってると思うんだよね。そしてドアに入って大砲が右に移動したでしょ。この大砲あれ移動しないの。あ、移動したね。移動して、でもこれでいける感じかな。よし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 、グリーも邪魔すんなって。ギュッギュッギュッじゃねえんだよ。じゃあ次はあのクリボンに気をつけていくね。このクリボンをしっかり踏んで上のブロックを壊していく感じだね。さあこのまま一旦ヒップドロップしてみる。うわ、何も変わんねえか、やっぱり。じゃあ上に行って、どうしよう、ガリガリを抜けて左に行く感じから、それでいいんでしょ。で、このまんま このブロックは何か出るんだろう。鉄球か。うわ、どうするんだろうね。こっから一旦スネークブロック乗って左に行く。それは分からんやろ。一番左まで行ってみるよ。こういう感じでいいの。そしてすぐ土管に入る感じだね。さあ行けました。ここでメットかぶる。そしてどうしよう、左に行く。あー、最近ね、喉気をつけなきゃいけないなって思うんですよね。こんなに酷使しまくってますけど、もう寒いじゃん。なんでね、乾燥しやすい時期になってきてるから、これ以上酷使するとね、喉がぶっ潰れるんじゃないかなって思うんですよ。まああんま関係ないけどね。さあ進みます。ここは右に行ってよかったね。頼む、右ダッシュ。オッケー、来ました。そしてこのちくわブロック何、あ、上中間あるね。取らしてくれんのかな。うわ、やっぱダメだ、こっちに行くしかないな。土管に入っていきましょう。え、なんて書いてるのこれ。 It not CP1。 え、どういうこと。なんか右いるよ。
ハテナブロックを叩くなみたいな感じだね。右下のヒント見ると、右上のブロックを叩かないでこの下に降りればいいっていう感じかな。そしたら次に進めると思うんだよね。頼む、合ってて、合ってやった、これで中間ポイント。なんで違うのもう何が出るの、なん初めてだなお前は、キャラクセ色しやがってじゃあここは右上の中間ポイント罠なんで一旦下に行こう。この土管に入れば中間ポイントが取れる、そうでしょ、やったよっしゃ、中間ポイント1個目ゲットできました。そして右のこの扉しか入れないんで、この扉入っていきたいと思います。さあここできっちりキャップ取っていくよ。一生やじー、じゃあここは降りたら左のハテナブロックの方行ってみようか。多分こっちが正解、これアイテムでしょ。大丈夫、ノッスが来てもこれで倒せるからね。さあやった、キノコじゃねえか、色が違うじゃあここもうすぐ右に行ってよかったね。このまま右ダッシュしていきます。あのね、ピンクコインはまだ取れないと思うんだよな。足はあんのかな、ちょっと取ってみていい、ちょっと似てた、今似てなかった。このまま右ダッシュしていくね。あの赤コインは無視していこう。似てねえな。じゃあここはもう右ダッシュしていけっていう感じかな。あ、それで合ってたね。そしてここなんか落ちそうじゃない、なんで右上の方にジャンプしていくね。さあ届けいや、これでいけるのか、頼む、なんでもう一回いけるんじゃないの、隠しブロックばっかつけんなえ、それじゃあここどうすんのかな。一旦右に行ってみるね。右ジャンプしてこのまま何もせずに右に追っとけばいい。あ、そういう感じだったね。じゃあキラーが追ってくるんで逃げましょう。そして次はあの砲台、移動しそうだな、大丈夫、乗ります。あ、大丈夫だね、このハゲどもじゃあここはチョロプーが出てきた瞬間右上の陸地に行く感じじゃないから、これで合ってるでしょうわ、絶対なんかここやべえ、もう車線が引いてあるもん、ドアに。死に耐久から何なんだろう、うわ絶対そうじゃねえか、どういう死に耐久、これはカロンをバネにうまい具合に当てろっていう感じかな、この辺この辺いいんじゃないの、うわなかなか難しいぞ、これは左上のところらへんにバネが行った瞬間蹴る、ほらなかなかいいよ、あれ、あ、わかった、ここは一旦カロンの甲羅を蹴って左下に行って自滅しろっていうことだね。これなかなかタイミングゲーだね、ちょっと見ててね、ここ入ってしまったよ入ったらダメじゃねえか、これなかなかタイミングほんとシビアだな、ここで戻ってきて、ここなんで開くのスポじゃねえんだよ、スポじゃ、もう一回行くよ、この辺で蹴ってここ腹立つなこれ、次こそ行きます、ちょっと見ててね、このタイミング、やったっていうかさ、トロールコースってさ死に耐久結構あるじゃん、その死に耐久を動画に出してる方ってあんまりいないのかな。じゃあここはもう右に行っていい感じでしょ、大丈夫、バブル避けるよ、ここで避けます、ナイス、うますぎ、よし、でこのまんまパックが出た時に右に行きますね。さあ次に進んでいきますか、ここはなんか難しそうだぞ、一旦右に行ってみるね、オンオフ変わらんね、じゃあこのコインを取ったらなんか変わるのかな、こういう感じ、さあいや大丈夫、オッケー、これは避けれたんじゃないの、あのブラックパックの階段たちを、そしてこのまま走って下、よしよしよし、でここはパンを叩いてみる、いやパン叩けんね、じゃこのまま下に降りてっていい感じでしょ、そしてパンを叩く感じか、さあこれで進めるね、そしてツタに捕まる、いや走って左行ってみるね、これが正解だね、このまま下に行きましょう、なんなんだお前はさっきから、さっきもそんな簡単にやられろよそれじゃあここはカロンが来るからすぐ上に逃げる、そういう感じで、そしてカロン入っていいのかな、このまま左でいい、大丈夫、大丈夫っぽいけど、これはもう積んだ感じかな、降りれるのかな、どうなんだろう、やった来た、でここでさオープンブロック叩いてみる、ほっ、うわ何もなんねえか、じゃあこのままカロン脱ぎ捨ててドアに入るね、それで合ってるでしょ、さあ行きましょう、
そして、あ、第二の中間ポイント来たね。ボートンも来てます。あ、危ねえ、あいつ。どっちでいいのかな、下に降りてみる。明日は多分やられるだけだね。それじゃあドアに入っていきますね。さて、うわ、ややこしくね、ここ画面の情報量多いな。ここでデカキノコを取ってクッパクラウに乗る。うわ、なんで乗れねえの。ダイヤム乗らせてよ。入ってんじゃんか、もうそれ。隙間ちゃんとあるでしょ。このまま右下やられるだけでしょ。このブロックを破壊するところまでは合ってると思うんだよね。あ、ここで一旦当たればいいのか。当たってスーパーキノコの状態で下に降りる。そして右に行ける感じだね。ありがてえ。ここでハテナ怪しくない。叩いてみる。コイン、これはなんか大きくなっちゃった。どうやってやられんのこれ。あ、ジャンプしたらいいだけね。じゃあこのハテナも無視して右ダッシュしていくね。さあ行きましょう。こういう感じでしょ。そしてあのキノコは逃げる。大丈夫、取らなきゃいけないのか。あ、でも取ったらこの先進めないもんな。ここはキノコが出ると思うでしょう。多分なんか違うの出る。パンチ。じゃあジャンプして右逃げる。あ、そういうことだね。このパン君がちょっと移動してきたんだね。そしてこのまま雲抜けていきます。さあここで、うわ、どうするんだろう。なんか出てくると思うんだよな、ここ。頼む。よし、このデブ。ここは叩いた瞬間すぐ右に逃げるんで、多分これでいいんじゃないかな。そして、なるほど、オウフが倒してくれるっていうわけか。さあ次の土管に進みましょう。ここはもうこのトゲメット取るしかないよな。なんでオウフして左に逃げようか。こっちが正解なんじゃないの。で、今僕見えたんだよな。ここトゲゾウが襲ってくるでしょ。なんでジャンプして避けなきゃいけないと思うんだよね。マリオは体がしびれて動けない。じゃあここジャンプして避けなんだろうけど、どのタイミングだろうね。タイミング難しくない。このタイミング戻ってくるかー。ここ何重にも仕掛けられてるね。ジャンプしておけて、もう一回ジャンプ。そういう感じだね。そしてここは鉄球で開く感じでしょ。さあ行きましょう。で、ここはなんか隠しブロックありそうだな。ほら来た。絶対なんかあると思いました。このドア罠だと思うんですよね。なんでこのまま一旦音符に乗って左のキノコを取ります。大丈夫、まだ大丈夫だよ。ほっ、よし。で、赤い土管に行けばきっといい感じだよね。さあ、なんでバネが出てくるの。危ねえ。絶対あのドア罠だよきっと。さてここはどうしよう。上に行ってみる。上に行ったら何も変わんないね。じゃあこのまま右行ってみようか。そして、いや、危ねえ。あら、もう沈んだ感じですか。誰か助けて、僕やり直しさせて。せっかくここまで正解してきたじゃん。落ちていいかな。じゃあここはもうすぐ右に走っていけっていう感じだったね。なんで右に走ってみたんだ。なになに、タイマーかやるか、この倒してやるよ。いや待って、コーラはダメ、コーラ状態はダメだって、危険だって。なんかよくわかんないんですけど、無事クリアできましたね。じゃあこの状態で鍵を取れっていう感じか。取ります。よし、でクッパクラウに乗るでしょ。鍵の方を何もしないでもうジャンプしていいのかな。これ取れる、やった。もうそろそろゴール近いんじゃないかな。うわ、これは下怪しくない。いや、でも下絶対どうしようもないよね。うわ、どっちだろう。こういうの気になるんだって、下が。頼む、下で合ってて。合ってるわけねえだろ、こんなとこ。さあ戻ってまいりました。今度は上。ただし普通にゴールさせてくれないと思うんだよな。え、嘘、あのクッパクラウンいる感じ。え、どうなるんだろう。下に行ってみるね。下に行ってすぐゴール。なんでそういうことすんの。こう、うわあのクッパクラウンに乗ってどうにかしろっていう感じかな。うわ、この土管は怪しすぎでしょ。頼む、戻すのだけはやめて。いやあ。嘘でしょ、さっきの違うパターン来てよ。はなー。え、なんかさっきと違うパターンなんじゃないの。さっきと一緒。一緒やん。
さあここまで戻ってきたんですけど、この上のバーギリギリまで行ってみようか。そしたらクッパクラウンが出る、そういう感じでしょ。そしてこのクッパクラウンに乗って右側に行けっていう感じじゃないから。ありがてえ、これでもうゴールだね。大丈夫、バネ出てきたけど、やったどうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ジャンチャカジャンチャカジャンチャンちょっとテンション上がってしまいまして、意味わかんない効果音を出してしまいましたけど、セットアップ6というこのコース、クリア率見て 0.06%。 この一発マリオのコース、僕が今まで過去にしてきた中で一番難しいクリア率だと思うんですよ。ただサムネを見る限りじゃよ、あのパックンの下を通り抜けるだけでいいんだよね。それがそんなに難しいのか。そして説明文見てください、バイカワタンって書いてるでしょ。カワタンといえば一発マリオする神プレイヤーと言ってもね過言ではないんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。まあこのコース普通にさ左から走ってってしゃがむだけだったらやっぱり全然届かないよな。じゃあ僕始める前から考えてることがあって、この右上のブロックがあるじゃん、この右上のブロックを蹴って一旦右に行ったらほらマリオが助走をつけれるんだよね。この助走をつけてしゃがんでいってみよっか。さあいけねえ、マリオ北斗前進で行ってよ。しゃがめるんだったら北前進ありにして、このゲーム。それじゃあ残された道は一つしかないと思うんですよ。ここで壁ジャンプするじゃん、そして右に勢いをつけてしゃがみジャンプのくるりんでこのパックンの下ギリギリを通っていくんじゃないかな。ちょっとやってみていい？相当難しいと思うんだよ飛距離0ミリ絶対これ以外ないと思う。ちょっと見ててね。うわ惜しいもうちょっとギリギリでしろってことだねきっと。うわこれでもダメなの？ここまで来たら頼む、バック当たらないで頼むうわこれはどうなんだろう、今までで一番いってるよね。あこれは今度こそ行ってないから、パックンがちょっと左向いた時にジャンプしてみるね。ここくそ悔しい、もうちょっとなのにな、あとほんの数センチレベルだよ。頼む来たんじゃない、これは頼む来てくれ、どうなんだと、やったいやこれほんとめちゃくちゃ難しい2時間近くかかりましたはい、で今のコースですね、クリアした人見たんですよ。そしたらね、カワタンがいますバイカワタンって書いてたのにカワタンがいないんですよ。っていうことはですよ、カワタンより上だね僕はこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。